日本に住んでいるあなたは、オーストラリアアマゾン副業で、本業より稼ぐことができるチャンスがやってきました。わずかな投資で、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。これ、オーストラリアアマゾンの売上のキャプチャー。30日間で3000ドルとか、1万4000ドル、あるいは2万2000ドルというようなね、売上が上がってます。さらに、最近はね、コロナで、飲食やってたんだけど、コロナでお店を休んでるという会員さんがね、月に3万ドル以上売ってる、事例も報告されてます。何しろコロナ騒動で、オーストラリアアマゾンの売上急増してます、ね。購入者が激増して売上も急増してます。例えば、年収400万円の会社員が副業でアマゾン輸出に取り組み、所得を倍にする。このぐらいの目標を達成するのは、日本とオーストラリアの物価の差を考えると簡単にできます。日本に住んでいるのに、アマゾン副業で稼がないのは大損です。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出、無料メールセミナーの確認をしてください。なお、今この動画を YouTube で見ている方は、動画のね、ここをクリックしても、確認できませんので、YouTube 動画の説明欄にある URL をクリックして、無料メールセミナーの確認をしてください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。